いつもご覧いただきましてありがとうございます。全国的にね、梅雨入りでジメジメしている日が続きますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。名古屋はね、今夕方でまたちょっとこう雨降ってきたんですけれども、午前中は曇りでね、ファームの練習試合、中日対広島戦が行われまして、5対1でドラゴンズが勝ちました。カープの先発は中村優太投手。1995年8月31日生まれ、右投げ右打ち。関東一高からね、2014年ドラフト5位でカープに入団した長身の右腕です。去年はね、1軍で先発1試合に登板し、勝利はありません。主にストレートとスライダーを軸に投げるピッチャーです。立ち上がりは1回から3回までパーフェクトに抑えますが、4回裏に捕まります。まずドラゴンズ打線なんですが、ラインアップがこれもう超豪華なんですよね。1番ライト岡林選手、2番がサード溝脇選手、3番セカンド根尾選手に、4番がショート石川昂弥選手ですから、これはね、本当にね、3、4年後に1軍のスタメンかというぐらいにですね、若手が有望ですね。もちろんね、カープもセンターに大森選手、そしてサードは今日初期選手だったかな、将来の主軸になる選手が目白押しで、こう見ていて大変楽しかったですね。初期選手は菊池選手の左打ちみたいな選手ですね。ファールで粘るし、選球眼もいい、足も速いし、守備範囲が大変広いですね。ショートの小園選手も難しいフライ処理していましたし、この両チームにはですね、ほんまにこう成長性を感じられますね。ちょっと話をですね、4回裏のドラゴンズの攻撃に戻しますと、まず岡林選手が右中間を綺麗に破るですね、こう2塁打で出塁します。岡林選手なんですが、こう打席の中での積極性がものすごくいいですね。初球から振っていき、こうファールになるんですが、中村投手のストレートをフルスイングしてきます。これなかなかできることではないんですね。もちろん練習試合ですし、2軍やねんからこう積極的に振ることもあるだろうと思うんですが、実際に打席に入ってですね、打者9人抑えられてる段階で、こう先頭バッターでなかなか初球からね、こう打ちに行こうっていうのは、こうバッター心理としてはならないんですよね。しかも岡林選手、前の動画でも話しましたけれども、もともとピッチャーですから、ほんとすごいですね。その後ですね、溝脇選手のライトオーバー2塁打で同点とし、根尾選手はセンターフライに倒れてしまいますけれども、その後4番の石川選手がものすごい打撃を見せます。初球はインハイに見逃しのストライク、2球目はアウトローへのスライダーがワンバウンドしてボール、3球目アウトローへのスライダーを見逃してボール、ここは際どい球でした。そして4球目ですね、アウトローへ同じようなところにスライダーを配置して見逃しストライクをカープバッテリーは取ります。そして5球目のスライダーがですね、こう高めに浮いてきまして、それを見逃さずにセンターオーバーへのタイムリー2塁打を放つんですが、この打席何がすごいって、こう石川選手ですね、打席の中でこうストレートにタイミングを合わせているんですね。3球目と4球目のアウトコースへのスライダーへの打席内での反応はほとんどありませんでしたから、カープバッテリーもそれを察知してスライダーを続けます。そして5球目のスライダーが内ごろの高さに入ったんですが、石川選手ですね、ストレートのタイミングで待ってますから、一瞬打席内でためを作ってスライダーの球速にミートポイントを合わせていったんですね。これね、普通のバッターなら上体がこう前に突っ込んで、タイミングが合わずに、俗に言うですね、泳がされたようなバッティングになってファールとかになるケースが多いんですね。しかし石川選手の強靭な下半身がこう上体を支えて軸が全くぶれないんですね。これはもう脅威としか言いようがないですね。ほんまに恐ろしい選手です。今日は守備でもショートに入り、軽快にゴロをさばいていました。超大型ショートとしていくのか、サードを守っていくのか、その辺はまだちょっと分かりませんけれども、スケールの大きさを感じましたね。ちなみにカープサイドからすると、中村投手カーブがあるんですが、大きく縦に割れる有効な球種です。ストレートの制球力とカーブのキレが増したら、ソフトバンクの武田翔太投手みたいにね、こう先発ローテとして十分1軍へ入り込んでくるんじゃないかなというふうに思います。あとドラゴンズですね、今日山井投手が投げていましたね。まだまだこうストレートとスライダーのキレは1軍クラスで十分に通用しますね。フィールディングも軽快にさばいていましたし、42歳とは思えないベテランは、連戦が続く今年のペナントレースで必ずどっかでね、これ登板はありますね。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。6月12日金曜日、ファームの練習試合、名古屋球場で行われた中日ドラゴンズ対広島カープの一戦でした。また次の動画でお会いいたしましょう。